北朝鮮、軍需工業地帯で死死類推、陰性音命令の違反者ら、陸の古城へ。中国との国境に接した北朝鮮側の地域では、中国キャリアの携帯電話が当たり前のように使われている。正式な数は不明だが、中国の国境都市は北朝鮮で使うための携帯電話を販売する店が存在するなど、相当数が流入していることは間違いない。これは、北朝鮮キャリアの携帯電話の使い勝手の悪さが原因だ。国境を越えた商売をするにあたって、国際通話やメッセンジャーアプリの使用は欠かせないが、これが使えないのだ。そもそもインターネットにもつながらず、国内専用のイントラネットしか使えない。しかし、中国キャリアの携帯電話の使用は厳禁で、金正恩総書記は何度も取り締まりを厳命してきた。違反者が処刑された事例も少なくない。しかし、取り締まりに当たる保衛部秘密警察はこれに乗じて、両者から賄賂をせびり取ってき、定額の賄賂を勧めさせ、バレないように通話をさせるサービスまで行ってきたのだ。しかし、コロナ禍を契機に状況は一変し、取り締まりが強化された。ジガンドでは、今年の4と5月、中国キャリアの携帯電話を使用して密輸を行っていたとして、30人が逮捕され、重い判決が言い渡されと、現地のデイリー NK 内部情報金が伝えた。自合同保衛局秘密警察を2回に分けて30人を摘発し、重罪を言い渡した。秘密警察の本部にあたる国家保衛省は今年4月、非法行為撲滅月間を宣言した。これを受けて、ズジャンド保衛局は取り締まりを強化し、多数の容疑者を逮捕した。先月16日と21日に判決が言い渡された。保衛局は、天月市の特産丼の空き地で今月21日公開裁判を開いた。その場で局の幹部は次のように警告した。外国情報に接する者とその家族には、この国に足を踏み入れる空間はない。代々根絶やしにしてやる。逮捕者のうち、再犯者の一人の自宅からは、中国キャリアの携帯電話と中国人民団の入ったスプルが発見されことで、スパイ扱いされた。また、共犯者3人は先月16日、家族もろとも管理地域に入れられた。また、他の人々に対しては、10年以上の労働強化刑や、無期労働強化、無期懲役が言い渡され、初犯だった一人に限って比較的軽い1年の刑で済まされた。また、その家族は、著さん、おしん、しん、うしなど、陸の古城に追放された。当局は、中国キャリアの携帯電話ユーザーを単なる犯罪者ではなく、朝鮮労働党と国に反対するリスクを持った国内に動揺をもたらすものとみなし、外部からの情報接触による国民の思想の乱れを防ぎ、反政府活動の目を徹底して包む目的があると思われる。自建楼は険しい山に囲まれ、機械トラクター総合工場、絵界精密機械総合工場、28機械総合工場など、民生用に偽装した軍需工場が集中している。また、米朝、南北首脳会談が行われ、キルチュ、ブンゲリの核実験場を破壊した。2018年、核兵器を隠蔽する目的の施設が建設されたとも得られている。それだけに、人々の移動が非常に厳しく制限されている。通行証がなくても、多くの地域へ訪問が可能な平常市民でも、危険道だけは自由に訪れることができない。国際援助団体の職員も立ち入りを厳しく制限され、地元の人が他の地域の人と結婚すれば、危険道で暮らすことを強いられるほどだ。軍需工場に勤務する人々は優遇されているが、これ以外の一般庶民は、苦しい生活を強いられて、国境地域では密輸をしなければ生きていけないのに、中国の携帯電話を使用したことで、スパイに追い詰められて重刑を言い渡されるのを見ると、結局私たちをすべて捕まえたり、殺せないので、徐々に追放して、
ここジオドの住民を総入れ替えしようとしているようだ。だが、たとえ当局が全住民を総入れ替えしようとも、中国キャリアの携帯電話を使う者は、また必ず現れるだろう。それほど北朝鮮の人々、特に商売をする人にとって、出せないものだから、20、30人を一遍に処刑。金正恩、水害被災地で、韓国当局者。韓国の聯合ニュースは4日、国家情報院が明らかにしたとして、朝鮮が7月末に平安北道や慈江道で発生した洪水被害の責任を問い、多数の幹部を処刑した動向があると報じた。一方、朝鮮日報系の TB 朝鮮は、これに先立ち3日、韓国政府当局者の話として、在地の幹部20は30人が、一遍に銃殺されたものと把握されたと伝えた。ここには、強奪されたカンボンフン・ジーガンド、党責任書記が含まれている状況が伺われ、確認中ともしている。金正恩総書記は、7月末に開かれた朝鮮労働党中央委員会政治局の非常拡大会議で、党や国が与えた責任のある職務を怠ったことで、容認できない人命被害を発生させた者については、厳しく処罰すると発言していた。この会議では、ガン氏を含め、日本の警察庁長官に相当する社会安全省や、平安北道と慈江道の党高官が降格されていた。被災地域の中でも慈江道は、北朝鮮で有数の軍事地帯だ。ギャ氏も党軍事工業部の副部長であり、その分野の専門家だ。韓国デイリー NK は、被災地に派遣された朝鮮人民軍、北朝鮮軍の軍人にインタビューを行い、現地の軍需工場では、地下につながる坑道まで水に浸かってしまったところが多い。軍需品生産に必要な機械や資材も、すべて濡れてしまった。今回の朝鮮労働党委員会政治局会議で、自衛道委員会の責任書記が解任されたのは、人民の命を救えなかったというのが理由ではなく、実際は軍需工場まで浸水被害を受けた責任を問われたのだ。ここにいる軍人は皆知っていることだとの証言を得ている。ロシアに武器弾薬を売って外貨を稼いでいる北朝鮮にとって、軍需工場の損失は水害被害と重なり、ダブルパンチといえる。命令と統制のためにさらに悪化する北朝鮮経済。北朝鮮指導部の最近発言からは、経済状況の深刻性が如実に現れているが、政権の対応は状況をむしろ悪化させている。今後10年間で毎年20カ所の工業工場を建設して地方経済を発展させるという地方発展20カリ10政策が代表的。今年1月、金正恩国務委員長は最高人民会議で、積極的な学部生を振り払い、中央と地方の格差を縮める必要性があると演説した。地方発展20期10政策は3つの問題がある。第一に、経済条件ではない政治的命令で地方に工場を建設することはできない。一部の地域を除く多くの地方は、農業ならいざ知らず工場が入るような条件が整っていない。第二に、複数の工場を同時に建設する資材や設備、人材が果たしてあるのかも疑問だ。2020年3月に建設に着手したが、まだ開院できていないヘジョンニャン総合病院の舞鶴を踏むのではないかと思う。第3に、工場を建設しても効率的に工場を稼働できる原材料やエネルギーがあるのかわからない。大飢饉を招いた中国大躍進運動1958-1962 のデジャブが見え隠れする。政策発表8ヶ月が過ぎた8月末に、金正恩は平安南道平安南道村長郡と平安安部道九村市を視察して大きな満足を表した。しかし金正恩は演説で軍が労働力を提供してはいるが、20カリ10事業と農村住宅建設を同時に推進するのは難しいので、ひとまず工場に優先順位を置かなければならないと力説した。地方住民たちはおそらく衝撃を受けただろう。北朝鮮の住宅不足はティグヌツ・キモウのことではないが、
金星音が地方住民の安息の場所を用意する機会を一旦美人に吹き飛ばしたも同然だからだ。このような状況であるにもかかわらず、金星音は20カギ重政策をむしろ拡大するべきで、工場だけでなく現代的な病院に加えて、今回新たに追加された科学技術普及拠点設立の重要性を持ち出した。20期移住政策の他にも、北朝鮮政権は長らく市場が担ってきた住民食料供給に対する統制権回復のために努力してきた。2021年4月から市場でパンや麺の販売が禁止され、2023年1月から米やトウモロコシの販売も禁止された。金星音は8月の視察で地域ごとに穀物管理所の建設命令を改めて強調した。従来の施設補修のような消極的態度ではなく、新しい施設の建設を指示した。北朝鮮政権は1990年代苦難の行軍以前に、当局が食料普及を主導して政治的力を握っていた時期に廃棄することを願っているようだ。だがこのような戦略には大きな落とし穴がある。ロシアに対する行き過ぎた依存がそれだ。集団農場の穀物をロシアから購入して、住民配給用食料をロシア産として保存しているからだ。だがこのような供給はウクライナ戦争が一旦収束すればなおちに消えるだろう。そうなれば北朝鮮政権は集団農場に対する穀物供給を維持することもできなくなり、食料配給保存水準も費用なく落ちるだろう。ウクライナ戦争の収束は思ったより早く突然やってくるかもしれない。ロシアとウクライナが休戦協定を結ぶならの話だ。北朝鮮の新興富裕層が敏感だと言っても、一日で供給ラインを一新することは無理だ。したがって当局の穀物供給の中断と、この新しい市場が入るまで深刻な食料不足が起きるはずだ。専門家が指摘しているように、北朝鮮の経済問題は経済を自由化し、市場の自立に任せ、外国人投資を誘致して工場を設立し、これを通じて最高の収益を追求する構造を通じてのみ解決することができる。全く経験のない新しい道でもない。過去金正日体制の北朝鮮で、中国企業は織物工場など大規模雇用創出効果がある工場を設立して運営することができた。ここからもう一歩踏み込んで、自由化のためには政治的統制をある程度諦めるべきだが、金正恩体制では不可能そうだ。北朝鮮政権は当局の命令と食料供給統制権の確保を通した地方産業化を好みている。だがこれは産業化と見るよりは統制権強化の好みだと判断するべきだ。最近金正恩の視察からもわかるように、相違的問題解決ではなく、政権の一層強い過剰統制を通した問題解決を好みようとしている。結果がいいはずがない。これによる被害は一極祖先のまま北朝鮮住民が被ることになるだ。